田流中村派の小野先生をお迎えして解説をお願いしております。小野です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これいきなり、赤の技が決まってるんですけども、もうこれはお互いにこう間合いの試合という形になって、やってる側から見るとすごいこう最高級にスリリングな試合になってます。赤の選手が最初に技を取っているので、白の人はこう赤がこう入ってくる瞬間に先にもう自分から技を仕掛けて、その間合いをどん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 潰そうとしているんですよね。非常にお互いのうちのスピードが速いですから、一瞬その前に入った瞬間がその技がこう決まる瞬間という形になります。赤の選手も白の選手も両者ともお互いにこう全日本選手権は優勝経験があるので、チャンピオン同士の戦いという形になってますけどね。小野先生も何回も優勝されて実績は割とお聞きしてますけれども、何回もというわけで1回ですけども、あ、失礼します。選手の目から見ると、はい、こういった試合はどのように見えるものですか。これは赤の選手がもう割と圧力をかけていっています。で、左利きでこう圧力をかけてこられると、右利きとしては非常にこう精神的に嫌な感じなんですよね。ストレスになります。そのでこの田中選手を先に打って自分からそのストレスを潰していってますので、そうするとこの松下選手としても自分が先手で攻めていきたいのに対して、こういった潰される形、今みたいにどん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 右側の選手が動いて手を出していってますから、非常に自分のペースを崩されるというので、こう心理的にこう非常にお互いにとってこう探り合って、探り合いながらもどん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 攻撃する形になって、非常にこういい試合になってるんだと思うんですけども。